どうも、まほろです。今回はジグソーパズルやっていくんですけど、いろいろちょこちょこと質問とかが来るんで、それの説明解説していきたいと思います。まあ初心者向け、もしくはその途中で挫折してる人とか向け用に、いろいろ質問来た内容を説明していきたいと思います。だいたい来てる内容がまとめてみると、まず最初作り方、どういう風に進めていったらいいですかみたいなのと、あとはピースの仕分けの仕方、どういう風に分けていけばいいか、まあこれ作り方に含まれるような感じなんですけどね。あとは単色系、真っ黒とか真っ白とか、もしくは同じ模様で繰り返しみたいな感じのところはどうやっていけばいいですかっていうのと、あと糊付けのやり方で、その糊付けの後に完成品はどうされてるんですかみたいな感じで聞かれるんで、あとはその難易度はどうなんでしょうみたいな感じのも来てるんで、だいたい 1,2,3,4,5,6 個ですね。これについて解説しながらやっていきたいと思います。で、今回やる質問に沿ったやつで、まあ適度なピース数と難易度のやつがあったんで、これで説明していきたいと思います。で、やるパズルはこれ500ピースのスーパーカミオカンデー、東京大学宇宙船研究所のところのやつですね。これがまあピース数は500なんですけど、難易度がそこそこあるし、要は同じような模様だらけだし、真っ黒なところとかもあるんで、その質問来た内容に適してるかなと思ってやっていこうと思います。で、本当に全く初めてパズルやるっていう人、どういう風にするかって言ったら、まず大事なことがあって、そのパズルやる前に場所の確保、これがパズルって意外と場所取るんですよね。例えばこれ500ピースなんですけど、500ピースだと寸法サイズが完成だと38センチかける53センチになってます。で、これがどれくらいの寸法かというと、大体500ピースの完成形はこれぐらいの大きさですね。これが38センチ、38センチかけるの53センチ、これの大きさになりますので、完成形が置けるスペースプラス作業するときにピースの仕分けとか保管とかいろいろあるんで、最低でもこの完成形の倍以上のスペースを確保した方がいいです。そうじゃないとピースの紛失したりとか、まあ、その汚れとか傷とか入りやすかったりとかする場所に置いてると、もうぐちゃぐちゃになったりとかしますんで、で、これでまあ図柄とかにもよるんですけど、完成までだいたい4時間から5時間ぐらいだったかな。これは濃淡っていうか、明るいところとか暗いところとか色とかがはっきりしてるんで、まあ分かりやすい方ですね。で、これ完成したら、まあ最終的にはそのフレームに入れたりとかするんですけど、もしくはそのフレームに入れない場合の保管方法とかも、まあ説明していきたいと思います。これが500ピースなんですけど、一番最初にやるにはちょっと500ピースも大きいかもしれないんで、できれば300ピース、300ピースどれぐらいかというとこれぐらいですね。500ピースと比べたら、まあやっぱり一回り二回りぐらい小さい感じですね。あとこれはその図柄がもう結構難しいタイプなんで、完成までの時間がまあ 4,5 時間かかりました。このピース数は300と500ですけど、完成までの時間は同じぐらいかかります。
だから難易度もピース数プラス図柄によって変わってきますね。で、完成したのり付けのやり方っていうか、まあのり付けしたらこういう風にしっかりなりますし、ただのり付けだけだと、まあ少ないピース数だとまあ大丈夫なんですけど、1000ピースとかになると、まあこの500ピースの倍ぐらいになるんで、こう持った時にたわんだりとかして、その折れたりとかしやすいんで、最終的に今現在保管するときは裏にアイロン用の裏打ち用シートっていうのを貼り付けてます。これで補強して、まあ大体そうですね、ベニヤ板ぐらいの強度になりますんで、まあこのまま飾ってもいいし、このビニールかなんかにホコリとか乗らないようにして押し入れに片付けといてもいいですし、みたいな感じですね。で、今回はその最初のピースの仕分けとかやり方から、最終的に糊の保管、糊付けから保管までっていうのを一連を通して説明していきたいと思います。ではやっていきましょう。で、やる前の準備としては、その場所の確保、場所の確保が終わった後は、その上に、まあピース数にもよるんですけど、まあ100均とかで売ってるこういう強化プラスチックみたいなシートでもいいし、段ボールでもいいんで、そのピース数よりも少し大きめの下になる下敷きみたいなのを用意した方がいいですね。で、これにビニール袋、まあ、こういう風にビニールを、まあ、別に中に入れてもいいし上に乗せてもいいんで、とりあえずこのシート、まあ、段ボールの上に置いといて作っていった方がいいです。これは最後に糊付けする時に結構便利なんですよ。新聞紙とかの上で糊付けとかすると、乾いた後にその裏側、新聞紙の貼り付けみたいな感じでベラベラゴミみたいになったりとかするけど、ビニールの上で糊付けすると最終的に乾いた後も簡単にペリッと剥がれますんで、これやっといたら便利かなと思います。あと、なんでこういう風にピースよりも大きいシートを用意した方がいいかというと、もしそのね、ずっと置きっぱなしで作業しておける場所だったらいいんですけど、移動とかしないといけないとき、この下のやつがないと持ち運びとかがやりにくいんで、まあ、一番いいのはもう最初にパズルやるときに、パズルと一緒にフレームも購入して、そのフレーム中で作るっていうのがいいのはいいんですけど、まあ、多分最初やる人はそのできるかどうか、完成までできるかどうかっていうのがまあ分からないと思うんで、多分パズルだけを買ってやろうという人が多いと思うんですよ。で、実際このこういう風にしとけば、あとまあやるにしても、途中でやめるにしても、この状態のまんまどっかに移動できますからね。で、上からこのかぶせとけば別にホコリとかも対策できますんで、まあ私はこういう風にしてやってます。まあ、やり方は人それぞれなんで、自分がやりやすいようにやってもらっていいと思います。まあ、これから説明するのも絶対こうやりなさいとかそういうあれじゃなくて、あくまでも参考程度に見ていってもらったらなと思います。まあ人それぞれね、やり方とかやりやすいとかやりにくいとかもあるんで、一概にどれが正解っていうのはまあないんで、基本的には楽しくできればいいと思います。時間もまあかかるといえばかかりますけど、別に速さを競うとかそういうあれでもないんでね、自分が楽しく完成品ができるようになればいいと思います。で、前準備としてはこんな感じですね。まあ多分分かってると思いますけど、この箱の上に、一番上に書かれてるのが最終的な完成品の絵になります。当然作るときはこれを見ながら作っていきますんで、まあそこは分かるよね、多分ね。
購入する時もこの絵を見て自分が好きなあれを買うと思うんで、まあ一応念のためにそういう風に説明っていうことにしておきましょう。で中見るとまあ当然ピースですね。ピースが入ってて、あとはのり付け用ののりとヘラ、あと本当はそのメーカーとかにもよりますけど、ピース不足場合のためのはがきみたいなのとかも入ってたりとかしますんで、そこら辺は中に入ってるやつは最終的に完成するまでは保管しておいてください。こいつには入ってないですけど、仕分け用のトレイが入ってるのとかもありますね。でまず最初作り方ですね。作り方どういう風にしていけばいいですかっていう質問なんですけど、これに関しては好きなところから作っていって問題ないです。でまあ例えばこれで言ったら、ここから作りたいとか、ここから作りたいとか、ここからみたいな感じで別に好きなところから作っていってもいいです。外枠からっていうのとか、私の場合は基本的には外枠から作っていきます。まあなんで外枠から作っていくかって言ったら、まあまずピース数が探しやすいっていうのと、枠を作ったら全体の大きさが分かるんで後々楽になりますね。なので基本的には外枠から作っていくって感じになりますけど、まあそこは作りたいところから作ってもらって全然問題ないです。最終的に完成すればいいんで。で基本的には外枠から作るんですけど、例外があって外枠じゃないところから作る場合もあります。それはどういう場合かって言ったら、まあ単色系、例えば外枠が真っ黒とか真っ白とか特徴がない場合、そういう場合は外枠から始めてもいいんですけど、絶対時間がかかるのも分かってるんで、だいたい普通だったらまあ外枠だけで30分ぐらいでできるのが、それが真っ黒とか真っ白とか単色系だとまあ2時間3時間とかかかるんだったら、ちょっともう時間がもったいないんで、分かるところから作っていって外枠を埋めていくっていう感じにしていったりとかしますんで、必ず外枠からっていうことではないですね。で次に仕分けどういう風にしますかっていうのは、まあそのこれで言ったら、まあ外枠用のピースとこの分かりやすいところ、これだとちょっともう同じようなの繰り返しのところがあるんで、まあ大体の明るさで仕分けしていったりとかしますね。で、まあ、基本となるピース、どういうピースがあるのかっていうと、とりあえずピースの種類はどれぐらいあるかっつったら、まず外枠用のピース、外枠用のピースが一辺がまっすぐのやつと2辺がまっすぐになってるやつ、これがありますね。まあ、当然2辺がまっすぐになってるやつは四隅の角のどれかになります。で一辺がまっすぐのやつはまあ角のどこかになりますね。これがまあ外枠用のピースっていう感じです。で次にまあこれが基本のピースみたいな感じなんですけど、2つの出っ張りに2つのへこみ、まあこれを基本ピースって感じですね。まあこれが縦なのか横なのかはまあ図柄とかによって変わってきますけど、でこれが基本となるピースで、次に特殊ピースっていう感じで、これがまず4つともへこんでるやつ、これと1個だけ出っ張りがあって残りの3つがへこんでるやつで、次に2つが出っ張ってる基本ピースと同じような感じなんですけど、2つ出っ張りあってへこみが2つみたいですけど、上下になってないやつ、まあ基本ピースがこれですよね。まあ上下もしくは左右に
対称に出っ張っててへこんでるっていうのが、まあ、基本ピースで、それ以外の出っ張り2つにへこみ2つのやつ。次に、まあ、この出っ張りが3箇所でへこみが1箇所っていうピース。今回はなかったんですけど、この全部四隅とも出っ張ってるタイプのピースがあります。だいたいそれでパズルは構成されてるんですけど、まあ、中には変形ピースみたいな特殊なピースとかもあるんですけど、まあ、今回やるやつはまあこんな感じですね。で、この基本となるピース、これしかないパズルもあるんですけど、要は外枠とこの基本となるピースだけで構成されてるパズルがあるんですけど、それになると難易度が一気に上がります。まあこれ説明難しいですけど、はめていくときにこのこれとこれと縦と横でこうずっとはめていくんですけど、もう似たような形ばっかりなんで、もうわからなくなっていきますね。で難易度が上がりますけど、今回のやつっていうか、まあ説明するやつはあくまでも初心者用、もしくはまあ初めてちょっと挫折したみたいな人向け用なんで、普通の長方形の一般的なジグソーパズルの説明になってますんで、まあ海外とかとか行くと形別に長方形じゃなくて丸だったりとか、他にいろんな形のとかもあるんで、まあそういうのは別にしてですね、まあ基本となる初心者向け用の説明です。あと仕分けの仕方なんですけど、で今回分けた仕分け、どういうふうに分けたかっていうと、まずは外枠となるピースですね。外枠となるピース、あとはここの下側の部分、このボートとかその青っぽいところのピースで、次にこのライトが当たってる明るい箇所のピースと、残りはまあそれ以外の箇所っていう感じにざっくりと分けました。まあ最初から仕分けをきっちりやろうと思ってももう分からないし時間かかるんで、最初はざっくりやってもらっていいと思います。である程度作っていってピース数が少なくなってくればもっと分かりやすくなるんで、そこからまた仕分けし直せばいいと思います。で仕分け作業が済んだら次に作っていくんですけど、今回はまあ角の方は別に単色っていうわけじゃないんで、外枠から作っていきたいと思います。外枠はこんな感じですね。外枠から作り始めていいメリットは、まあ大きさが分かるっていうことですね。この範囲内だし、まあ、次に枠作ったらどこ作るかって言ったら、今回の場合だと、まあ、分かりやすいのはもうこの青いところにボートが乗ってるところか、このライトの部分でこの明るくなってる部分がとりあえずは分かりやすいんじゃないかなと思いますんで、まあそうですね、このボートら辺の方を先に作りましょうか。でこういう風に分かりやすいところをバーッと作っていくと、どうしても分かりにくい箇所のピースが、まあ、仕分けした部分でも余るんで、こういう場合どうするかって言ったら、一旦これはここで終わらせます。でこいつは元に戻して、次に分かりやすいこの明るいところ、こっちの方に移ります。まあこういう風にしてやっていった方が、分からないところずっと悩んでやってるよりも、その切り替えてやっていく方が意外と進みやすいんで、まあそういう風にした方がいいんじゃないですかね。ある程度こうやっていって行き詰まったら別の場所みたいな感じでやっていくのが、まあ、気分転換みたいな感じにもなりますし、うまくいったりとか
っぱりずっと同じやつずっと見てるとどうしてもねもうわけわからんとなりますから、で違う色のところを見て切り替えるみたいな感じですね。でそれを繰り返していってやっていくと、このずっと出来上がっていくとピース数が減ってくるんで、ピース数が減ってきたらまあ次どこら辺かっていうのがまた仕分けしやすくなるんで、それの繰り返しですね基本的には。だいたいこれで分かりやすいところが終わった感じかな。で少し再仕分けしました。でこの明るい大きいところと、この小さい明るめのところと、あと小さい暗めのところと、あとはその特殊ピースの方に軽く仕分けしてみました。で次に大体これやったんで、あとここの大きめの方からまずやっていきたいと思います。ここだったらまあ比較的まだ分かりやすいんで、で次にやるとしたらこの明るめのところの小さいところを進めていって、その後にまあ残りをやっていくっていう感じになりますね。ある程度やってて煮詰まってきたりとかしたら、この向きを変えたりとかすると意外といいですよ。まあ、こうやって反対から見るとかね、そうすると意外とあのピースが見つかったりとかして、まあ進んでいったりとかします。まあこれ動かすじゃなくて自分が動いて反対から見てもいいんですけど、まあスペースがあればねこういう風に動かせるんですけど、1000ピースになるとちょっとこれギリギリになるんで、なかなか動かすのは難しくなりますけどね。ある程度形になっていてピース広げるところがない場合、こういう風に完成っていうか仕上がったところの上に置いていっています。スペースがあれば周りにこう置いていけばいいんですけど、ただそれすると机から落ちたりとかしたらピースがなくなりやすいんで、もう本当になるべく広いスペース確保するか、まあ、こういう風にやっていくか、この仕分けトレーに入れたまんまにするかみたいな感じで進めていってますね。である程度進んでいくとピースの数も減っていって、どこにどういう風になっていくかっていうのがだいたい形ができてきてるんで、まあ、図柄プラスこの形も見ていってって感じですね。こういう風に出っ張りってなったり、逆にへこみへこみへこみとかになってる場合は、必ず1個以上特殊ピースを使うことになります。なんでかっていうと、まあこの基本ピースですね、出っ張りが対象に、でへこみも対象になってるやつ、この基本ピースこういう風に基本ピースってしても出っ張りだから、こういう風に特殊なピースの形になるんですよ。だから必ずこういう特殊なピース、まあ今回は1個だけですけど、まあパズルによってはここで特殊ピースを2個だったり3個だったりみたいな感じでなってますんで、必ず1個以上は特殊ピースを使うことになります。これはどこの場所でも同じだし、ピース数が増えていって大きくなっていっても全部同じなんで、まあそれで形でその埋めていくっていう感じですね。今回はたまたま図柄があるやつですけど、ここが例えば真っ黒だったりとかする時もそういう風な感じでやっていくんで、まあとりあえず図柄わからないと、単色の場合は
形みたいな感じではめていきますね。である程度進んで残りがまあ1割ぐらいになってきたら、ここでまたピース軽く仕分けします。ここぐらいまで来るともうあとは背景が単色とか、まあ本当に図柄じゃわからないような感じだと思うんで、形で判別してはめていく感じになります。どういう風に分けるかって言ったら、まあ単純に特殊ピースの部類とこの出っ張り2つとへこみの2つが対象になってるやつプラス長さが幅が均等な部類と、出っ張りが、出っ張り自体は2つずつで、出っ張りとへこみ、出っ張りとへこみ自体は2つずつで対象にあるんですけど、この長さ、例えばこれ出っ張りの部分だと左側が極端に短いとか右側が極端に短いみたいな感じになってるんで、これで仕分けしていきます。まあ今こう綺麗に並べてますけど、いつもだったらほんとぐちゃっとした状態である程度ざっくり分けてるみたいな感じにやっています。でこっからどういう風に進めるかと言ったら、例えば分かりやすいところで言うと、まあここですね、ここだと極端に片側だけ出っ張りの部分で片側だけ短いのがありますね。どっちが短いかっつったら、まあ左側ですね、左側が短いんで仕分けした出っ張りの左側が短いピース、まあこれだと5個あるんですけど、ここでまあ1個ずつとりあえずはめていって、あ、合いましたねみたいな感じで合うピースを探していきます。これの繰り返しで進めていくんで、質問にあった単色系のやつはどういう風にやりますかっていうのは、こういう風にして進めていきます。これは単純に出っ張りとへこみが2つしかない場合でも、特殊ピースの場合でも形そういう風に出てくるんで、それの形に合わせていくみたいな感じですね。慣れてくればその形パッと見た感じでパッパッパッパーとできるようになってきますんで、そこはもう数こなして慣れていくしかないですね。まあ同じように次に、まあここもありますね、出っ張りの部分でこれも左側が短いのがあるんで、ただこの場合はこの下側とかあれとかが塞がってないんで、もしかしたら特殊ピースかもしれないしっていう風な感じになりますんで、そこはその左側が短いのを探しながら、これだと残り4個ですね、4個の部分で合わせていって、あ、合いましたね。今回はたまたまこれ合いましたけど、ここのある数の分で合わない場合は他の特殊ピースとか、もしくは仕分けの時にちょっと微妙な ところでもう通常というか均等な方に分けたとかね、そういう感じになったりとかもするんで、そこは残りピース少ないんで、まあ最悪全部当てはめていけばどれかは当たります。まあそんな感じで進めていきますね。まあここまでできるんだったらもうあとはラストスパートなんで、もう完成近いんでモチベーションは上がると思います。まあこれのもうちょっと手前ぐらいで挫折する人が多いのかな。
最後のピースです。で、これをはめ込めば完成ですね。まあもしこれ同じやつやるとかいう人がいるかもしれないんで、ちょっとこれのまあこの丸々丸々ってつぶつぶのやつのコツっていうか、それも説明しておきましょうかね。基本的にこれ全部丸で同じように見えるんですけど、これがね、ただこれよく見るとこの丸の上にこの白っぽいのがポン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 ってありますよね。これ光が当たってる向きなんで、このこいつ見ると上側から当たってるから、必ずピースの上下を見るんだったらもうこの光の丸の上にある向きが上下が分かるんですね。こうではないっていうのがすぐ分かるんで、それと形でやっていけば、もしこの同じパズルをやるんであればそれでやっていったら分かりやすいかと思います。だからこう縦になる場合もあるかもしれませんけど、まあ、基本的に縦にしても横にしても光、丸いやつの上に光が来るみたいな感じになるんで、それで分けていけば比較的やりやすいのかなと思います。で、完成です。だいたいこれで9時間ですね、完成まで。まあ図柄が難しいやつだったんでそれぐらいかかりましたけど、まあ、比較的やりやすいやつだったら500ピースだとまあ 4,5 時間でできるかな。まああくまでも参考の時間ということで、まあ、別に早くできたからどうこうっていうのもないんで、まあ、楽しみながらやる分にはいいんじゃないかなと思います。 4,5 時間でね。質問にあったのり付けのやり方なんですけど、のり付けはまあこれとは別に他のパズルでのり付けのやつとかも紹介してるんですけど、まあ一連の流れで最後までということで一応やっておきます。のり付けに関しては、まあ、正直やってもやらなくてもどっちでもいいです。フレームに入れるんであれば別にのり付けしなくても入れられるし、もしフレームに入れなくてもうこれバラしてその誰かにあげるとか言うんだったらのり付けしない方がいいですしね。そこはどういう目的でやるかにもよります。綺麗にのり付けして飾りたいとか言うんであれば、まあ、しっかりのり付けした方がいいし、あとのり付けするメリットとしては、まあ、一番はやっぱりバラバラにならないっていうのと、あと光沢があるんで より綺麗に見える感じかな。あとは汚れとかそういうのがまあ糊の上になるんで、まあさっと拭けるっていうのもありますね。で、あとは糊付けしとけば、まあ500ピースだと糊付けだけでもそのまんまフレームなしでもまあ飾っとけるんですけど、やっぱりピース数が増えてくると、まあ1000ピース2000ピースとかなってくると、のり付けだけじゃどうしてもこの持ち上げたりとかするときにたわむんで、それで途中でピキって折れたりとかしやすいですね。で、基本的にはまあ最終的にはフレームに入れるって感じなんですけどね。ではのり付けのやり方やっていきましょう。完成したらまず基本的にピース内側になるようにこうなるべく内に寄せてください。これわかるかな、これ若干この開いてるのがわかりますかね。隙間があるんで、これ外側にこうやるとのり付けした時に隙間ができた状態でなると最悪フレームに入らなくなるんですよ。なので基本的には内側にまず一回軽くで、のり付けするとき、まあ大抵、まあ人にもよるかもしれませんけど、その新聞紙の上に乗せてやるとかそういうとかあるんですけど、私の場合はこういうふうにビニールの上に乗せてやります。
これだと糊乾いた後剥がすときが剥がしやすいんで、本当に綺麗にパラパラパラっと取れるんで、これでやってます。基本的に付属されてる糊だけでまあ足りるんですけど、これ表面がツルツルしてるからいいんですけど、中にはちょっとザラッとしたやつとかもあって、そういう場合このヘラでやるときに糊が伸びない場合があって、全部に均等にできないとかなるやつとかもあるんですけど、そういう場合はこれパズル用に糊別売りしてるんで、これどれぐらいかな、200円ぐらいだったかな、ジグソーパズル用専用糊ですね。まあこれ使ってます。足らない場合はね、足らない場合もしくはもうちょっと補強しときたいなっていう場合、これでやってますね。で裏側にこのヘラがついてるんで、これは1個持っとくと結構便利かなと思いますね。では糊付けやっていきます。糊はもうまんべんなく垂らしてください。で、糊の伸ばし方も外から内、こういうふうに外から内にしとけば、糊が外側に垂れるということもないし、ピース自体もこうキュッて内側に で、ある程度塗り終わったら横側からこう見て、表面を見て濡れてないところとかムラがあるところとかがないかを見て、もしあるようであればそこを慣らしていくみたいな感じですね。ただこれ早くやらないと結構乾きが早いんで、なるべくスピーディーにやってください。で一応均一に塗り終わったら、まあ気持ち外側からピースをこう内側へ押す感じ、でしてあげると一応ピースが内側へキュッてなる感じ。あんまりやりすぎるとこれバコって飛び上がったりとかしますんで、まあ、そこは力加減を意識しながらやってください。でこれでこのまま乾かせるんですけど、だいたいそうですね6時間ぐらいでは乾くんですけど、しっかりと乾かせるためにまあ1日は置いといた方がいいでしょうね。ということで、あとは乾くのを待ちます。糊付けしてから1日置いたやつがこの状態ですね。でまあこういう風にしっかり糊ビニールですけどこうついてる状態ですね、ほら糊が。でこれがしっかり乾いた状態で、ビニールで室
してるんで、剥がす時も別に普通にこうペリペリペリっと、まあ、こんな感じで簡単に剥がれます。で、裏の方も特に下が新聞紙とかだったら、まあ、糊でここベタベタついてたりとかするんですけど、ビニールなんでそういうあれも特にないですね。で、一応糊付けだけでも結構しっかりと補強されてます。まあ、ピース数が500ピースと、まあ、少ないっていうのもあるんですけどね。これが1000ピースとかになるともうちょっとこれのまあ倍か倍になるんで、ちょっとたわみやすいんですけど、まあ、これで十分のり付け乾くとこういう風にしっかりとしてます。ただあんまりやりすぎるとピキッと歪んでいくんで、で、のり付けが終わったらこれであと、まあ、フレームに入れるんですけど、実際フレームはこんな感じですね。まあ、これ一個ずつフレーム入れていくとフレーム代もバカにならないんで、基本的には入れ替えでやっていってます。まあ、フレーム開けてもらって、これを入れ替えたいやつと、まあ、こっちの方に、入れ替えてっていう感じですね。入れ替え終わったら後ろ側を止めてもらって、これで完成ですね。で、あとはこれ飾りたいところ、まあ、部屋どこの部屋かはあれですけど飾ってもらえれば OK です。フレーム自体もまあピンキリあるんで、いいやつにすれば高いですし、まあ、これアルミの安いやつなんですけど、それだとまあお手頃といえばお手頃ですけどね。まあ1枚だけって言うんだったらいいんですけど、結構数やる人だとフレーム代ももうバカにならないんで、実際こういう風に入れ替え作業にして、入れ替えた後のやつはどうするかって言ったら、実際こういう風にビニール袋に入れてるんですけど、これに入れ替えたやつ、こういう風に収納して、あとは押し入れの方に入れて保管してます。で、これこういう風にやってもらってもいいんですけど、これ糊付けだけでやるとそのバラバラになったりとかする可能性もあるんで、
私の場合は基本的に裏側にアイロン用の裏打ち用紙っていうのがあるんで、それで補強してます。これは300ピースだろうが500ピースだろうが1000ピースだろうが全部やってます。こういう風にですね、これしとけばもうほぼばらけないですね。しっかりと補強されて、おまけに結構頑丈で、本当にベニヤ板みたいな感じの硬さになるんで、これ結構便利ですね。で、こっから先そのアイロン用紙の裏打ちするのも一応これからやりますけど、こっから先はやる必要はほとんどないですね。普通にその飾るだけの 人だったら、こういうふうに別にこの収納するとか、これだけで飾るとかいうんであれば、その裏にアイロン用の裏打ちシートをしといた方が、補強も兼ねて丈夫になるんでいいと思います。もう実際これだけでこう飾っといても綺麗ですからね。フレームがあった方がいいのはいいんですけど、フレームあってメリットは、まずその傷とか汚れに対してその保護シートというかあるんで、そこが防げますね。あとは日焼け防止、今フレームも UV カットとかそういう仕様のやつとかもあるんで、日に焼けるのを防いでもらって、色あせとかをしないように防いだりとかできます。それぐらいかな、メリットとしては。デメリットとしては、そのフレームにするとやっぱり場所取るんですよね。これよりちょっと一回りぐらい大きくなるんで、500ピースぐらいだったらいいんですけど、1000ピースとかになったらもう本当にこれの倍ぐらいになりますからね。これでフレームなしで飾ろうと思ったら、もうこれこのまんまペタッとその、裏両面テープなりなんなりで壁に貼っといてもらってもいいし、下にその受けの台みたいなのがあるんだったら、キャンバスみたいなのがあるんだったらそこに載せてもいいですね、このまんま。それするにはやっぱりその糊付けだけだとちょっと心配なんで、こういう風にアイロン用の裏打ちシートで補強した方がいいと思います。じゃあそれ実際やってみましょうかね。どういう風にやるか。補強するためにアイロン用の裏打ちシートをやっていくにはどうするかというと、まず普通の机でやるんだったらタオルかなんか引いといた方がいいですね。アイロン使うんで、でその上にそのアイロンで裏打ちしたいジグゾーパズル完成のやつ、完全に糊付けもして乾いてるやつですね。こう別にこうやってひっくり返したりとかも普通にできるやつですね。これができないと、これひっくり返そうとした時にこれバラバラバラとかなったりとかするんで、そこはしっかり糊付けの方をやっといてください。でまずやるには裏返して、でアイロン用裏打ちシートなんですけど、これはジグソーパズルのサイズよりも若干 1,2 ミリ内側になるぐらいの寸法でカットしてください。でまずシートをパズルに合わせてもらって、で次にアイロンで、コードレスのアイロンで十分ですね。でこれでアイロンかけていきます。大体真ん中から外側へ空気を抜きながら、こういう風にしていってもらって、真ん中から外へっていう感じですね。これシート自体に熱で溶ける糊がついてるんで、アイロンかけて熱で糊を貼り付けてるっていう感じですね。
で、アイロンの温度自体は、これ今こうでやってますね。低中高ってあってこうになってて、スチームも効かせてますね。その状態でやってます。まあ中でもいいかもしれないですけど、コードレスなんでちょっと弱いかなと思ってこうでやってますね。実際スチームもしとくとシワとかも綺麗に伸びて仕上がりがいい感じになりますね。まあ今までこれでやって別に失敗したっていうことはないんで、スチームある程度やったらちょっとスチーム切って乾かすみたいな感じで、これアイロンは念入りにかけていってください。一応その体重乗せながら、軽く乗せながらやると仕上がりが綺麗になります。でもう一押しして、これで裏打ちシートがしっかりと貼り付けられました。で、これでもう全体的にこう貼り付いてるんで、もうまずほぼ間違いなくばらけることはないです。で、補強されて本当ベニヤ板ぐらいな感じになりますね。板みたいな感じになって、かなり丈夫になります。で、別にフレームなしでこのまんま壁にペタッと貼ってもらってもいいですし、まあ保管する時もその補強してるんで、まずばらけることはありません。で、一応この裏打ちのやり方参考にした動画が、あのチャンネルがあるんで、そこのリンクとりあえず概要欄に貼っておきます。裏打ち用のアイロンシートもそこのショップで購入してるんで、もしやりたいっていう人は、まあ、そこのチャンネルからホームページかなんかあったかな、でそこに行ってもらって購入してもらえればいいかと思います。メーター販売してるみたいで、どれぐらいだったかな、だいたい1メートルの55センチぐらいだったかな。それで200円ぐらいだったんで、フレーム買うよりは全然安いですね。だからジグソーパズル結構やる人だったら、その裏打ち用のシートを売った方が、まあ、安上がりといえば安上がりですね。フレーム本当安いのでも1500円ぐらいとかしますからね、1個ね。で、これがまあ枚数10枚20枚とかなっていったら、もうそれだけでかなりの額になるんで、たくさんパズルやる人はこういう風にして収納とか飾っていくのも一つの手だと思います。質問にあったジグソーパズルの難易度についてなんですけど、難易度はまあ当然ピース数とか図柄とかそれによって変わってきます。500ピースのこのタイプだと大体これで 4,5 時間ぐらいで行けましたね。で、300ピースと500ピースでピース数は違いますけど、その図柄によってかかる時間は同じぐらいかかりました。で、当然500ピース同じ500ピースですけど、
こちらの方がまたちょっと図柄が難しかったんで9時間ぐらいかかりましたね。ということで大体まあ500ピースでまあそうですね、やりやすいのと難しいのと合わせて大体5時間から10時間以内で500ピースはできる感じですかね。で1000ピースになるとまあ500ピースの単純に倍なんですけど、時間は大体そうですね12時間から20時間の間でできる感じかな。ただ1000ピースでもまた難しい、本当に難しいモザイクアートタイプっていうのがあるんですけど、それはどういうものかって言ったら、その写真1枚1枚を合わせて大きな絵にするみたいな感じのやつなんですけど、それになるとだいたい1000ピースでどれぐらいだったかな、30時間から40時間、まあ、それぐらいかかりましたね。なので難易度はそのピース図柄その種類によっていろいろ変わってきます。だから一概にどれぐらいっていうのは分かりませんが、まあ、参考程度に時間はそれぐらいかかりますよという感じですね。ただやっぱりピース数が多くなればなるほど完成した時の仕上がりとか達成感とかは大きいですね。まあで完成まで持っていければっていう前提ですけどね。まあとりあえずはやっぱりね、何でもそうですけど楽しんでやるっていうのが大事ですね。楽しめないと やってる意味がないことはないでしょうけど、やっぱり続かないっていうかね。ではまあこれでいろいろ説明しましたけど、まあ概要欄の方に今までやったジグソーパズル、まあ撮影した分だけですけど、それの再生リストを作ってますんで、そこのリンク貼っときますね。まあそこを見てもらえばいろいろ、まあ裏打ち用とかのり付け用とか、まあ今回作った初心者向けのやつとかも全部そこに入れておきますんで、あとはその別のパズルで 3D ジグソーパズルっていうやつ、立体になるやつとかもやってますんで、もしよかったらそっちの方も見てください。では楽しいジグソーパズルライフを。